ブローニスワフ・ピオトル・ピュスツキブローニスワフ・ピオトル・ピュスツキは、ロシア帝国生まれの文化人類学者、社会主義活動家。1918年に、ロシア帝国から独立したポーランド共和国の初代、国家元首ユゼフ・ピュスツキは弟。ロシア語読みでは、ピュスツキーと呼ばれる。カラフトアイヌ、ピュスツキ撮影リトアニアシュトビリニュスから北東へ 60km 離れた、 シュベンチョニース軍のズーフに生まれる。ビリニュースで高等学校を中退。1886年、サンクトペテルブルク大学の法学部に入学。1887年、アレクサンドル3世暗殺計画に連座して、懲役15年の判決を受け、サハリンへ流刑となる。サハリンへ着くと、初めは大工として働き始めたが、その後、原住民の子供たちの、 式辞学校を作ってロシア語や三術、ソロバン教育を始める。式辞学校の教師の中には、日本とカラフトアイヌの間に生まれた、シトクタロウジがいた。その後警察の事務局員となり、ニブフとの交流が増えるようになる。ブローニスワフの弟で後に、ポーランド第二共和国初代国家元首となったユゼフ、ピュースツキ1891年、同じく流刑されていた。 民族学者のレフ・シュテンベルクと知り合う。その後、ニブフ文化研究及び、ニブフ語辞書作成に没頭。1896年5月14日、アレクサンドル三世の死後に行われた大社により、懲役刑が15年から10年に減刑される。この年になるとアイヌとも接触するようになり、資料収集を行う。12月6日には、アレクサンドロフスキー岬で開館された。 博物館に資料を提供。翌1897年に景気満了。1899年にはウラジオストクへ渡り、翌1900年のパリ万国博覧会用の資料を提供する。1902年にアイヌ・トウィルタの調査のためカラフトへ戻り、写真機と老下蓄音機を携えて資料収集を行う。同年農民身分となる。年末には、 カラフト南部にある集落、アイ村長馬分家の名チュフサンマと結婚し、一男女を設ける。二人の子供は、第二次世界大戦後、北海道に移住した。彼らの子孫が、現在も、日本で生活しており、長男、木村助蔵の子孫は、ピュスソツキ家唯一の男系子孫である。チュフサンマは、晩年失明し、1936年1月に、カラフトで死去した。 その後もロシア語などをアイヌに教える一方で、アイヌ、ウィルタ、ツングース族などの資料収集を行っていたが、日露戦争勃発後の1905年、バフン家に反対されたため家族をやむなく残して日本へ渡る。1905年4月12日、カラフトアイヌ統治規定草案を作成。日本では亡命ロシア人による反皇帝組織を支援したり、双葉帝指名。 横山玄之介、上田進、大熊重信、鳥居隆三、坪井正五郎、宮崎民三、片山千ンと交流。同年にアメリカ経由でポーランドへ戻る。帰国後は、ヨーロッパ各地を転々としながら弟ユゼフラと文通を行い、亡命ポーランド人らと交流して、ポーランドの独立運動に携わる。その一方で、 ロンドンの日英博覧会に出展された、サルアイヌから50話を再話しするなど、アイヌ研究を続けた。1918年、第一次世界大戦終結を前にして、パリでセーヌ川に身を投げて自殺。遺書はなかったために、同期は不明である。2013年10月19日、その功績を称えられ、祖国のポーランド政府から白尾町のアイヌ。 民族博物館に共造が送られた。2020年162回、直木賞作品、熱源で、ピュースツキとカラフトアイヌとの交流についての記述がある。カラフト東海岸の愛集楽の長、バフンケブロニスワフーピュースツキは、彼の名、チュフサンマと結婚した流刑された十数年の間に、カラフトアイヌ、ギリヤーク、オロッコなどの写真、音声資料を多量に残した。 特に老館は200から300本残したと言われているが、その多くは未だ行方不明である。現存する老館は、カラフトアイヌ語最古の音声資料として重要である。1983年、ポーランドのザコパネに残されていた64本の老館がアダム・ミツキエビチ大学から北海道大学に対応され、大学を中心としてピュース付きの資料研究が進められて、 老館再生及び分析が行われた。カラフトアイヌ語の最後の話者とされる浅井武がこの調査に協力した。出版都市順。ありがとうございます。